クリエイターサポートはトクジャポでよろしくお願いします。どうもみなさんこんにちは、トクジャポです。というわけで今日はですね、ヨーロッパ FNCS 決勝1位のメロー選手の最新の可能設定で公開マッチに行ってみた、やっていきたいと思います。ヨーロッパでね、チャプター3シーズン1 FNCS 決勝ですね、つい最近行われた。それでブーガ選手と一緒にディオ決勝1位を取ったね、メロー選手の最新の可能設定で今回ね、やっていきたいと思います。というわけで早速本編に入っていくわけなんですけども、その前にチャンネル登録、高評価、そして通知オン、通知オンだけは絶対に忘れずによろしくお願いします。それでは早速本編やっていきましょう。はい、というわけで早速ね、メロー選手の可能設定を紹介していきたいと思います。はい、というわけでこちらですね、スライディングは 0.1 秒 で建築編集 2.1、2.2 で、視点の垂直が 43、42 で、 ADS の水平と垂直が 6%、8% で、ブーストの方が 2%、2% で、等速的な視点移動で、左スティックのデッドゾーンと右が 9%、8% で、ウッドコントローラーはまあこれは関係ないですね。ちなみにボタン配置の方は気になった方はね、僕の過去の動画で紹介されてるんで、よかったらそちらもねご覧ください。というわけで早速通常マッチやっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。デイリービューグにね降りたいと思います。メロー感動ですね、サブマ。あ、やばい。 Hello。 いきなり来た、あぶねえ。いやでも結構 A も当たるぞ。おし、おしじゃなかった。おし、オッケーオッケー。逃がさへんで。どこ行った、逃がしてしまったかもしれん。おお、ワンパン。おし、おし、危なぁ。いやーでもエイム勝負でも勝てるから、めちゃめちゃこの感度いいんじゃないか。これあそこにいた、痛い痛い痛い。アーマーで折れちゃった。
わというわけで、おおでもめっちゃ当たる、めっちゃ当たる。次ちょっと MK 試してみるから。 MK デカポノモ、オッケー。いやーめっちゃ当たる。やばい。MK 行きまーす。早く、やばい、あれがすごい。一回ピザ食べるか。死んでしまった。おお、めっちゃ当たる。おお、めっちゃ当たっちゃん。いいね。MK めっちゃ当たるぞ。火が粘土で。おら。よし。めっちゃいいっすよ、これ。おお。オッケー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 、いいんじゃないの。 MK マジで当たるね、この感度は。やばい、機材がもうねそこまでないからね。あー、機材なかった、やばい。いやー、資産しかない。絶望です。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。これでね、 FNCS ヨーロッパ1位の選手メロー選手の感度で、公開マッチ行ってみたでしたということでね、メロー選手の感度もね紹介していったわけなんですけども、特に MK アサルトライフルがねめちゃめちゃ当たってて結構おすすめな感度だと思います。遠距離とかね狙いたい方はぜひこの感度がおすすめだと思います。というわけで皆さん今回この辺で終わりたいと思います。この動画ね少しでもいいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。またねわからないところがあったらコメント欄でぜひ教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おつじゃぽっ。